全日本選手権筑波ロードレース激戦の 250cc クラス、今回コースレコードをマークしポールを奪取したのは YZR オーカル片山、そして2番手に TZ の金安智彦、3番手には RSR オーカル新井良一、そして4番手に佐々木和康と続く。前回優勝の清水は予選で振るわず5番手からのスタート。現在ポイントランキングトップの長谷川は6番手。そして大きく遅れて昨年のチャンプ小林は12番手。チャンプの意地にかけ今シーズン初の表彰台を目指す。午後1時30分、いよいよレースはスタート。スタートを切ったのはゼッケン2、ヤマハワークス YZR に乗る片山、ゼッケン4の清水、ゼッケン11の新井がその後ろにピタリとつく。